メイクで涙袋を作ることなく天然の綺麗な目元美人が作れてきますので、顔の印象を上げたい方とか小顔効果を目指している方、あとは目の下のたるみクマを気にしている方はぜひ試してみてください。はい、小顔心のヒロです。今回の動画はですね、印象が圧倒的に変わる涙袋を作る方法をやっていきます。実はですね、これ僕も毎日ねやってるんですよ、涙袋。まあ涙袋を作ろうではなくて、やっぱりこの目の下のたるみとかクマがですね年々気になってきてまして、それを解消するために一度はね、整形でこう脱脂でねオペをしようとかかなっていうのも考えたんですけども、やっぱり小顔心ですから、もうそこは自力で治そうと思って日々やってます。で、涙袋って、まあ、女性にとってすごく必要だと思うんですよね。これ顔の印象、あとは小顔効果にもなるし、あとは目の下たるみクマとかも改善されるので、今回の動画を見てるあなたも実はメイクでこう涙袋を作ってる方もいると思うんですけども、もう天然の涙袋を明日からは作れるように今回の動画を見てやっていきましょう。で、今回のミッションはね2つです。もう涙袋を作るにはもう単純にこの眼輪筋ですね、目の前の眼輪筋のトレーニングなんですよ、筋トレです。で、それをいかに上手にするか、ここがポイントなんですね。で、まず1つ目はまずこの凝り固まった眼輪筋をほぐしていきます。マッサージでほぐしていきます。で、やり方はですね、いつもの通りこの目をね、目頭が目尻側を指で押さえて眼輪筋をしっかりと動かしていきます。この時ね、目をつむった状態、目を開けた状態、目ん玉を上向けた状態といろんなパターンでほぐしていきます。ではこれをですね、まず1分かけてやっていきます。では目頭と目尻を固定していきますね。用意スタート。もうこれはね、もう眼輪筋緩める上ではすごく定番になってきてるんですけども、まあ、眼精疲労とかにもねすごく効果的なので、目が疲れたなとか、ずっとこうスマホ触ったりとか仕事で目疲れて近くばっかり見てしんどい時はもうぜひね試してください。目を閉じた時とか目を開けた時で、目ん玉上向けた状態、いろんなパターンでねほぐしていくとよりほぐしやすいので試してみてください。で、ポイントはですね、この目頭と目尻の固定なんですけども、動かしている時に手の位置がずれてくるとやっぱしっかりと筋肉がほぐれてくれない、伸びてくれないので、固定はねしっかりしておいてください。はい、終了です。これで1分ですね。で、次がポイントですね。すごく大事なところです。涙袋を作る上ではこの眼輪筋、特に下まぶたですね、下まぶたを引き上げるトレーニングが必要なんです。単純にこう笑った時にこう目が細くなるような感じ、この頬骨の筋肉なんかもグッと上げれなきゃダメなんですけども、特に今マスクしてね、こうマスクで隠れてる部分が筋肉サボって縮んでるので余計上げづらいかもですけども、そこはもう鏡を見ながら上げるトレーニングをやっていきましょう。で、これはですね、眼輪筋のトレーニングで2パターンに分けてやっていきます。まず1つはさっきと同じようにこう目頭、目尻のところに手を当てて少し外に牽引をかけて固定します。で、そこから下まぶたをこうグッとね上げるような感じなんですけども、ちょっと目線上向けて、まあなんかこう電球とかね太陽とか見た時にこう眩しいっていう目を細める動きありますよね。あんな感じをイメージしてもらって、目を細めるような感じで下まぶたを上げていきましょう。で、いきますね。用意スタート。下まぶたを上げる、下まぶたを上げる。で、これもね疲れたら目閉じてもらっても大丈夫なので、下まぶたをしっかり上げるってことを意識してやっていきましょう。ここもね、この3ヶ月ぐらいずっとね続けてるんですけども、目のたるみとかがねやっぱ変わってきますね。で、やっぱり写真を見ると昔と比べて目の周りの印象ですね、目元美人というか、まあ、男なんでね美人じゃなくてもいいんですけども、目元のこう雰囲気がね結構変わってきました。で、あとはやっぱりこう目力も出しやすいというか、なんかねひょっとした時に印象が変わりますね。で、小顔効果はね別にまあ自分で小顔を作れるので自分が小顔じゃなくてはいいんですけども、なんかね顔ちっちゃくなりましたねって言われる回数も結構増えてきましたね。はい、しっかり上げていきましょう。
はい。で3つ目、今度はですね、同じくまた眼輪筋の筋トレなんですけども、今度は下まぶたのとこに手をこう当てて、まあ指3本とかもしくは指横にしてね、こう固定します。そして目を、下まぶたを上げるときにですね、ちょっと抵抗をかけるんですね。負荷をかけていきます。ですので指をこう乗せて、この手の重みぐらいでいいので、こう少しね下に負荷かかるようにしときましょう。でいきます、用意スタート。負荷かけてまぶた上げる。でこうリクエストでもですね、こうふっくら涙袋ってい う, こうふっくらとした、すごくぷくっとした、ね、涙袋を求めている方もいらっしゃったんですけども、いろいろ研究したんですけども、深呼吸しながらで吸った時に下まぶたのとこで呼吸をするイメージですよ、イメージで吸った時に下まぶたを膨らますようなイメージでやってもらうと、そこ集中的にちょっとぷくっとね、涙袋を作りやすくなりますから、ふっくらとした涙袋が欲しい方はちょっと深呼吸に合わせて吸った時に下まぶたを上げるようなイメージ、膨らますようなイメージでやっていきましょう。もう慣れてくるとですね、手で押さえなくても勝手にこう下まぶただけ動かすことができてきますから、そうなるまではまあしっかりとね、こうやって負荷をかけてやっていきましょう。はい、終了ですね。これで3分です。さあこれでね、今ね右側やったんですけども、まあちょっともう見なくてもですね、もう普段慣れてるので下まぶたがぷくっとした感じわかるんですけども、でこれは結構ね時間かけてやってほしいです。ですぐにできるもんじゃないので、普段の筋トレとかもそうですよね。すぐに筋トレしたかといってムキムキになるわけじゃないので、日々の毎日のこうトレーニングが大事になってきます。じゃあ今回のポイントをね、もう一回おさらいしますね。まずは眼輪筋のマッサージ、目頭と目尻を固定してぐるぐると眼輪筋をほぐしていきます。その時に目を閉じた状態、目を開けた状態、目ん玉を上向けた状態といろんなパターンでほぐしていきましょう。これがミッション1ですね。続いてミッション2つ目、で次が今度眼輪筋のトレーニングですね。で同じく指でこうが、目頭と目尻を押さえて、少しサイドに牽引をかけながら、で下まぶたを上げていきます。このサイドにかけている負荷が弱まらないようにしっかり固定した状態で下まぶたを上げてください。でそしてミッション3つ目ですね。同じく下まぶたを今度はですね、軽く下に固定するように押さえます。でこのまま下まぶたを上げていく。でこの時にふっくらとした、涙袋を作りたい方は深呼吸を合わせてやっていきましょう。大きく深呼吸を吸った時に下まぶた で吸い込むようなイメージでやっていくことで、下まぶたのねふくら感が多少変わってきますので、ぜひよかったら続けてみてください。でこれを続けることで、もうメイクで涙袋を作ることなく、天然の綺麗な目元美人が作れてきますので、顔の印象を上げたい方とか、小顔効果を目指している方、あとは目の下のたるみクマを気にしている方はぜひ試してみてください。続けることで目元美人があなたの元に届きます。はい。で今回の動画を見てね、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小顔シンでした。